室川市の誰も見ない YouTube チャンネルへようこそお越しくださいました。今日は好きな高校野球の応援ソング特集いきたいと思います。えというのもですね、ちょっと新型コロナウイルスの影響で、えー、春の選抜も休止になってしまいましたで。都道府県によってはですね、その春の大会も中止を余儀なくされている状態で、うーん、ちょっとね、気分が沈みがちになってて、 球児の皆さんもね、一番うずうずしてると思うんですけども、少しでもね、ちょっと気分を高めようと思いまして、今日はですね、高校野球の応援歌特集をいきたいと思います。まあ、気に入ってるね、応援いくつかあるんですけど、あのー、まずこちらから行きましょうか。春日部競泳高校でございます。春日部競泳高校、これ去年のね、春の選抜のこれ応援グッズ。熱心のですね、競泳ファンの皆さん。

いいですよねあのスタンドにぎっしり埋まった春日部共栄の,カカの、ね、応援する人の皆さんの,あのうねりを上げてるような感じあれを、ね、見た時は圧倒されましたねチャンスの時にもう、ね、勢いがうわーって出てきて、うん、圧倒されたっていうのが、ね、一緒に残ってますけどもあの曲って作ったのはあれ津賀さんっていう方なんですよねその津賀さんの文字をひっくり返して「ガツ」っていうふうに。 呼ばれてるみたいですよ、はい、あとね埼玉県の応援だとね、まあ、応援グッズが独特なところもあるんですね98年にあの夏の甲子園に出場した県立の滑川総合高校、まあ、当時は滑川高校だったんですけど滑川総合もね応援グッズが面白いですよメガホンじゃなくてね竹を使ってるんですよね 音がねまたキャン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 キンンってあれもね人がこういっぱい集まるとすごくね響くんですよシャン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 あの音っていうのもねまた独特でよかったですねあとは東農大ん東農大んやっぱ大根踊りが有名ですよね点が入った時にこうみんなこう踊ってあの大根実は僕ねいただいたことがあってね あの番組をやってた時に送ってもらったことがあってですねでそれで放送終わった後に食べたんですけどみずみずしくてあとシャキッとしててうまかったですねまた食べたいなと思いました。はい ということでね、いろいろ紹介していきたいと思うんですけど、あとこれもこの間、紹介しましたね、春の選抜2013年、優勝しました、えー、浦和学院、浦和学サンバっていうね、応援もありますし、あとはね、僕がお気に入りなるのは、ヒットを打った時、点を取った時あのナイスバッティング、ナイスバッティング、ナイスバッティングってあるんですあれもね、年度によって違う時があるんですよ。 ある年はね、ナイスバッティング、イヤー,ーサーサーが入ったりとか、あとはね、こうランニングマンやってる年もありましたね。ナイスバッティン、ナイスバッティンって、あのメガホンを持ちながらね、やってましたね。粘土によって、若干の変化がある時もありますので、そこら辺に注目してみると面白いと思いますね。あとは、エスカルゴも好きですね。こう、メガホンを、 カのの角に見立て、エースカールゴー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 エースカールゴ,ーーカールゴーあれがまたねいいんですよね武骨な青年たちがお邪ゃめにやるっていうあのギャップがねいいんですよねあとはね怪物マーチってあるじゃないですか元の板はあの蓄大高陵チャンス高涼のう が元ネタなんですけどテテ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 テ年ですかね、半波さんっていう方がいらっしゃって、でその半波さんはなんと人大会の最多本塁打記録。 大記録でこう3人いるんですけど、その中の1人なんですね。1大会で、ね、6本ホームラン打ったんですよ。5試合で6本ですよ。だか,らかなりの、ね、スラッガーでありまして。で、伝説もね、残してて、えー、これね、高校野球大塚のテーマを歌ってた沼田さんから聞いた話なんですけど、沼田さん、CD 見せておきましょうか。ね、沼田さんから聞いた話なんですけど、その川越初狩り球場のところでもう、どうでかいホームランを打ったと。 それが場外ホームランで民家の屋根にもう当たるかっていうぐらいの勢いのホームランだったらしいんですそれで怪物っていう異名がこう名付けられてでそこからまあその怪物と呼ばれていた半波さんの応援歌だったそのチャンス光莉を怪物マーチと呼ぶようになったということなんですね。でそれで高校の 応援の時に、あの応援ボードを使う時にその怪物マーチ流す時はね「半波」あんな見っていうボードをお見せするんですよね。あれ見た時は「おーすげえ!」と思いましたねはい。伝説の方が由来して、えー、埼玉県では怪物マーチと呼ばれています。 あとはね、その、ま、千葉県で言うと、奈良市の高校も、あの、レッツゴー奈良市のもいいですね。チェレチェ,チェ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 もう、微爆音。美しい爆音とかいでサウンドの迫力がすごいですよね。去年、あの、春の選抜、準優勝。ということでね、えー、私も、あの、ちょうどね、その、奈良市の高校が、 決勝進出を決めた日に僕はあの今レギュラー番組でデイリーニュースの船橋習志野野野次郎っていう番組やってるんですけどもその初めて出演する回がたまたまその日だったんですよでちょっと早めに習志野市に行ってで習志野市役所の中でパブリックビューイングやってたんですよでパブリックビューイングでこうみんなでね 応援しやっぱレッツゴー鳴らしのはいいっすねあの音楽はもうオリジナルソングです気持ちがね高ぶりますねはいあとね星空のディスタンスも好きなんですよアルフィの鳴らしの高校の応援ってねなんかちょっとね他の学校がやっぱやらない曲結構やるんですよねアルフィのでバッターがこうファウルで粘ったりとかするとあのー 曲をね、結構長く聴けとるたりとかしてね。はいいつまでも続いてほしいって思う部分もちょっとあったりとかしてね。はい。粘れ粘れとかね、こっちの心で中で思ったりとか、もちろんヒット打ったらね、それは嬉しいですけど、はい。そうですね、他かの、まあ、関東圏でいうと、あとは、兼題高崎。県大高崎の、あのリンダリンダも良かったですね。この間あの、去年、関東大会を見に行ったんですね。 でそのの時に高崎の城南球場だったのかなもう地元ということでねスタンドもこうぎっしりと埋まっててでもう本当に座れる場所がないぐらいだったんですけど応援がねまた面白いんですよ。慎吾選手っていう名前だったのかな。慎吾慎吾あいあい慎吾慎吾慎あいあいってねもうみんなこうメガホンをこう下にこうやりながらですね さっさっさってもう機敏な動きを見せるんですよ。キレッキレの動きを見せてね、威勢のいい感じ、一体感があって、ら綺麗だなと思いましたね。僕もいつかね、深夜深夜って呼んでもらいたいなと思って、慎吾と深夜って似てるじゃないですか。だからね、いつか応援してもらいたいななんて思ったりとかもして。あと好きな応援歌、サスケはもうよくね、家帰った時は口ずさんでますね。来るぞ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 、手ごわいいぞ。 もう手洗ってる時とかよく歌いますね。あとはお風呂入ってる時とかね。ついついやっぱ口ずさんでしまうんですよね。で、カラオケ行く時もね、やっぱり歌っちゃいますね。はい。で、それで、来るぞ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 、って、怖いぞ、なんとかって、こう、一緒に行った人の名前をね、呼んだりしてます。もういろんなね、応援がありますから。早く見たいですね。一日も早く。 もうこのコロナウイルスの騒動が収束して、また平穏な日々が来ることを願うばかりであります。